ミラノの恋人は、1974年制作、公開、ルイジ・コメンチーニ監督のイタリア映画である。第27回カンヌ、国際映画祭コンペティション参加作品。本作は、1974年、イタリアの映画プロデューサージャンニ・ヘクトル・カーリが制作を、開始、ロンバルニア州ミラノ県、ミラノ及び、同県郊外のチニゼロ・バルサモでロケーション撮影。 ラツヨシューローマ圏ローマのインスナーイコールデパオリス撮影所でセット撮影を行い完成した。ウーゴ・ピロの執筆した原案をピロとコメンチーニの二人で脚色した。イタリアではティタヌスが配給して同年4月27日に公開され同年5月9日に開催された第27回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品された。日本では 東方東話が配給して1976年5月22日に劇場公開された。ビデオグラムに関しては、1984年12月30日、コロンビアミュージックエンターテインメントが5年後の1989年6月20日、NHK エンタープライズが NHK ブックレーベルとして、それぞれ VHS ベースで発売したが、2011年2月現在に、 至るまで DVD 販売は行われていない。ありがとうございます。